テルミヌスは、しばしば教会石の上の教像として描かれる。テルミヌスは、ローマ神話における教会の印の紙。表を意味する、ラテン語が、名前の由来となっている。土地所有者は、毎年2月23日に、教会石の神聖不可侵を確実にするために犠牲を、捧げて、テルミヌスの栄誉において、テルミナリアと呼ばれる祝祭を取り行った。 カピトリヌの丘にあるユピテル・オプティムス・マキシムス、ユーノー、ミネルーア神殿は、テルミヌス病の上に建てられたと考えられており、彼は、同神殿に合祀されている。テルミヌスは、時々ジュピター・ターマナリスという名前のもとで、最高神ユーピテルの養子と、同一視された。古代の著述家は、ローマ最初の王ロームルス、または、彼の後継者の間の知性の間に、 テルミヌス崇拝がローマに導入されることを確信していた。現代の学者は、それを、境界石に固有の力に対する初期アニミズムの崇拝が生き残ったものとか、あるいは財産分配に関わる神に対する思想、インドヨーロッパ信仰がローマ地域で発展したもの、など様々な見方をしている。テルミヌスという名前は、教会石を指す、ラテン語で、共和制ローマ万年期と、 同帝国で記録された彼の崇拝がこの石を中心としていたため、それが神だと特定できた。著述家のシュクルスフラックスは、境界石が浄化される儀式を記録している。生贄の骨や肺やちは、穀物、蜂の巣、ワインと共に一点に集められて、穴に置かれ、一番上に石が運ばれた。毎年2月23日、 テルミナリアと呼ばれる祝祭はこの基本儀式の年次更新、またはその繁栄とみなされる実演が含まれ、テルミヌスの栄養において祝われた。近隣の家族は印の各側面を花冠で飾り、祭壇ではテルミヌスへの捧げ物を作るのである。表そのものは生贄となった小羊や豚の地に使ってしまう。そしてテルミヌスを称える共同祝宴と賛美歌が、 続くのだった。これらの儀式は個人の土地所有者によって行われたが関連する公的な儀式もあった。オイディウスはローマからビアローレンティナに至る6番目のマイルストーンではテルミナリアの日に羊の生けがあったと指摘する。これは概ね初期のローマ人と近隣のローレンタム人との境界に印をつけていたと考えられている。またテルミノスの石や祭壇は ローマのカピトリヌの丘にあるユピテルオプティムス・マキシムス神殿にあった。この石は空にさらされなければならないという信念から、真上の天井には小さな穴があった。時にテルミヌスとユピテルとの関係は、テルミヌスをその最高神の側面とみなすものに拡大解釈された。ハリカルナッソスのディオニュシオスは、ジュピターターマナリスに言及し、ある秘分は神の名を ジャピター・デルとした。テルミヌスとの関連は、不動産的な教会から、もっと一般的な教会まで広がる、可能性がある、という証拠がいくつかある。共和制ローマの暦では、1年に、純月、メルケディヌスが追加された時、それは2月23日か2月24日の後に、置かれ、一部の古代著述家は、かつて1年の終わりが2月23日の、 テルミナリアだと確信していた。2月23日にキリスト教徒の迫害を開始するという303年のディオクレティアヌスの決定はテルミヌスを利用してのキリスト教普及に制限を加える企てだったとみなされている。古代の著述家たちはテルミヌス崇拝がサビに人起源であることに同意しており、ローマへの導入をローマ創始を ロームルスの同僚であるティトスタティウス、もしくはロームルスの後を継いだ王沼、ポンピリウスによるものだとした。沼論を支持する著述からは財産に対する暴力的紛争の防止という彼の動機を説明している。さらに平和の保証人というテルミヌスの性格を保つべく、彼の最初期の崇拝には地の犠牲が含まれなかったとプルタルコスは述べている。 カピトリヌ寺院の医師はタルクイニウスプリスクス、またはタルクイニウススペルブスの地政下で同寺院が建てられる以前からカピトリヌ農家にある祭壇に位置していたと信じられていた。アウグルたちが移動させてしまう各祭壇に神や女神が満足するかどうかを見定めるべく取り占いを行ったとき、テルミヌスは単独、または若い女神ユーエンタースと共にその許可を拒んだ。 そのため意志はカピトリヌジーンに組み入れられ動かないことが都市の教会の永続性にとって良い予兆だと考えられた。19世紀後半と20世紀の大半における学者の支配的な見解によればローマの信仰は万来アニミズム的で特定の対象物や活動に関連のある精神に直接向けられたものであり、それらが後に個人的存在を持つ独立した神として 認識されたに過ぎないというのが通説である。神話の欠落かつ物理的対象と密接に関連するテルミヌスはそうした段階からほとんど発展しなかった神格の明白な例のように思われる。テルミヌスのこの見解には最近でも若干の信奉者がいるが他の学者はインドヨーロッパの平行論から人格化されたローマ信仰の神々が 街の基盤よりも先行していなくてはならないと主張している。ジョルジュ・デュメジルは、ローマの神格をそれぞれリグベーダのミトラ、アリアマン、バガと比較することで、ユーピテル、ユーエンタース、テルミヌスを、地獄インドヨーロッパ産神格のローマ様式だと考えた。この見解において、最高神は少ない二神格と関わりがあり、一柱が男性の社会参入に関するもの、 もう一柱が財物の公平分配である。ありがとうございます。